はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきです。今日はガンダムブレイカーズ3行ってみたいと思います。さあ、ストーリーが見たいなということで、いよいよチャプター5入りましたね。すみませんね、なんか、世界大会のこの一次予選とか二次予選とかこの辺ってストーリーが全然ないよって聞いてたんで、事前情報で、それでちょっとこう先に自分でクリアしました。ここからストーリーあるのかどうかはちょっと聞いてないんですけど、とりあえずこの予選最初にチャプター5最初入った時の4つほどはないですよって聞いてたんで、まあここから今日は行きたいと思います。そしてね、今日はいい機体が用意できましたよ。皆さん行きます。さあ、いい機体だよみんな。発進シーンはね、そのまま出しますんでね、カットしないぜ。さあ見てくれみんな、これだ。美しいハマーン様の機体。おお、綺麗だ。光沢があって、なんかこう艶もあり、あー綺麗だねこの美しい白き機体。さあこれがね、やっと完成したぞ。さあハマーン様の機体使っていきたいと思います。あー強いぞこれ。さあ見てください、そしてこのハマーン様に似つかわしくないと思われるが、ちょっとこう凶暴性があるようなこの爪みたいなこれ強力なんですよ。しかも凍結するんでね、なんかちょっとそういう狙ってやってたわけじゃないんですけど、なんか手に入ってたからこれつけてみようってつけたらね、敵が凍結するんですよこれ。ほらわかります、こうしたらほら動きが止まるんで、しばらく一定時間ね、ほらカチコチに止まるんで、この間にね、好きなようにね料理ができるっていうね。お、なんだなんだ、陰湿だね、あなた方は。君の行いの方がよほど陰湿だろ。僕は正義を成しただけさ。私は君のせいで会社を失った。私だけじゃない、ここにいる者みんなだ。悪どいビジネスをしているからさ。バイラス、君はコンピューターウイルスの自作自演。そこの君は重火器を戦争中の両軍に売っていたね。そこの君は小惑星不動産詐欺。そこの君は、そうだ、ニュース記事の捏造。全てビジネスだ。善悪で語られるものではない。黙れ、汚い金の亡者どもが。いいぞ、そのまま掴む。しつこいじわじわ殴ってやる。もう助けたくないけど、あんなのずるすぎる。同感だ、行こう。さあ戦闘に介入という形ですかね今回は。意外ですね、なんかあんまりああいうキャラクターだと思わなかったなてっきりあのただの中二病かと思ってたんだけど。しかしなかなか敵の攻撃力高いね。ハマーン様のキュベレーも結構苦しい。私はコンピューターのエキスパート。大会参加者に開催したのに、熱中下の架空のチーム、架空の部分に参加。本当にゲスな顔してますね。ガンプラバトルに興味があるわけないだろ。人が参加者に人に会ったの、僕を倒して嫌がらせしたかったの。小さい、なんとでも言いたまえ。君がこの大会になぜ出ているか興味はない。その目的が果たされることはないのだからね。誰を相手に物を言っている。これ多分敵かなり無理じゃないですかこっちのチームもいて、なおかつなんかいかにもラスボスっぽいのが同時に共闘してるんだから、これ終わった。君は予選敗退で帰国だ。せいぜい警察に捕まらないようにうまく変装することだ。あんた嫌われすぎなんじゃないの。あんな連中に好かれたいとは思わない。今はゲームの中でのことだから良い。だが敵を作るばかりではいつか現実で身を滅ぼすことになる。そう言って敵を助けて肝心の商店街を滅ぼすんじゃないのか兄さん。
君たちもこれっきりだ。次に会うときは遠慮なく攻撃していい。言われなくてももう助けない。良い戦いだった。さあ終わりましたね。意外とどうなんですかね、このウィルはあんまり悪いキャラクターじゃなさそうだねこうやって見る限りでは。そうか、どうしようかな。中二ブレイカーにしてこうちょっとこう期待いじろうと思ってたけど、なんかちょっとこう気がそがれたな。よし、行こう。あ、間違えた、ショップじゃない間違えまくってるな今日。久々のガンダムブレイカー3だからって、ちょっとこう流行る気持ちが抑えられず間違えてる。待って、ついでに服変えるか。時間かかるな。新しい機体 MG 機体に男性タイプ、なんか新しいのないかな。あ、紫にしよう。それに着替えるの。はい、これにします。じゃ、戻ろう。かわいいですね、リサ、ミサさん。リサじゃない。間違えた。もういろいろ間違えてるな今日は。さあ服装も変えていよいよ次行きましょう。世界大会ベスト16いきます。さあ何が出てきた。なんだ、何後ろにいた、なんかでかいやつ、なんかエヴァンゲリオンみたいなペイントしちゃったけど何あれ、初号機みたいなペイントがいるんだけど、出てくる作品間違えてないか。お早い、なんだ今の動き。このまま抑えた。よし、これで一気に決めてやる。で、GN フィールドを張ってワールドムリーダーを放ち、よし、動きが悪くなった。ここで一気に決める。よし、一気に決めるぜハマン様。やったな。よし、倒した。一人になってもどうかよ、これで終わりだ。ほい、シールドショット。もう一人来た。さあ終わりか。どうだ。大勝利。終わった。クリア。次。さあちょっとねいじってきましたわ。はい、それではね行きたいと思います。さあ予選が続くんでね、多分あんまストーリーがないのかもしれないね。パッパッパーってクリアしていくよ。さあ行くぜ。さあエクスカリバーねちょっと装備しましたんで、まあ、こちらの方をね使っていきたいと思います。さあだんだんハマン様の武装がねなんか凶悪なものに変わっていくんだがキュベレーじゃなくなりつつあるな、武装だけさあ頑張っていくぞ。さあここはちょっとスキップするか。よーし、こいつを持ってきたぜ。要はでかい、ちょっと巨大すぎるなこのエクスカリバー。もうちょっと小さくてもよかったんじゃないか。誰が来た。赤い機体か。うわ、なんか横に黄色のゴテゴテしたやつがいたぞ。何あの重装甲みたいなやつ。おお、これすごい。あ、これ面白い。やべえ、これいいものを手に入れたなこれ。やっぱりバーチェの機体をなんかパーツ使ってんのかなこれ。まあ、手に入ったってことは。これすごいぞ。切り裂ける。あ、荒ぶるハマーン様やな。パネル使うの忘れてた。よーし、一気に決めてやるぞ。何これ、めちゃくちゃ強いんだけど。何かよこれ。最近なんか眠い時にね実況してた時もあったせいかね、前回なんか機体を間違えてたことがあったからね、ちょっとこう気をつけたいとは思ってるんだけどね。どうしてもねガンダムブレイカーとかねドラクエやる時でどうしてもちょっと長い時間やったりとかするんでね、ちょっと睡眠不足の気味の雪闇としてはねやはりちょっと苦しい時があるからね、機体がとっさに名前出てこなかったり間違えてたり。まあ実際ガンダムとかもそうなんですけど、あんまりねリアルタイムで放送でちゃんと見たのってシードぐらいなんですよね。だからあんまりこう、まあ、細かい概念とかはあんまり分かってない。シードならまあ概念ちゃんとある程度は見てたんだけど、他はねちょっと怪しいよっていうあ、でも一番見てる作品何かって言われたらゼータガンダムですかね。ゼータはね本当によく見た。確かね7回ぐらい全話見直したかな
あのもちろん一緒にやったわけじゃないよ、あの何年間に分けてたんだけど、まあちょっと1年に1回ぐらいでも見たいなって気分になった時にこう、あ、見ようみたいな、全話見ようみたいなそんな感じで見てた時はあった。他はね、ほんと1回しか見てないとか、子供の時なんかチラッと見たなとか、そんな程度だからね。よし、一番だからどっちかというと前回間違えた G ガンダムがね、意外と見てないというかね、ほとんどあまり分かってないんだよないや、一応全部は見たよ、全部は見たんだけど覚えてないというか、ほとんど記憶から消えてるというか。お、ブレードツイスターツインブレード DX アクション、これ良さそうだね。よし、これつければいいんじゃないの。よし、つけてこよう。さあ、つけよう、今つけよう。さあ、どこだ、どういった。トルネードサークなんかもういいんだ。それよりも今のやつをつけたい。あれ、どうや、どこに行った。あったあったあった、ブレードツイスター、これだ。よし、これを使えばきっとかなり戦闘が楽になるんじゃないのかな。最後、さあ、もう一度行くぜ。はい、続けて宇宙、空を見上げてだな、きっと。うん、準決勝まで来るやね、だいぶ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。もう満タンになってたな。よし、お前もこれで行った方がいいだろう。最終決戦バージョンにしていてやる。モジュールは、いいか。ペイントもいいかな。特別ないよね。別に何もいじるようなところは。あんまり、やり込んでないからさ。このゲーム自体を。あ、ちょっと待って。なんかまだできるのかもしれん。だってよくよく見るんだ。何もないよな。何か新しいことができるかどうかをちょっと見ときたかったんだけど、特にないな。スロット1にセット、2にセット。あ、待て。他のことできた。あ、あ、これはなんかできるってことだね。あー。あ、これはいらないか。待って、パーツアウト発生上昇。あー、回復能力。あー、いや、これかな。やっぱり、こう、パーツが欲しいからね。やっぱ、これだ。よし、これでいこう。さあ、完全に装備するの忘れていた。やばいね。あ、また間違えた。ショップじゃない。どんだけ俺ショップ好きなんだよ。何か必要じゃ。戻ろっか。まったく、ミサを見たいからショップを何度も開けてんだろうって言われそうだけど、また間違えてるよ。さあ行ってみましょう。さあ気を取り直して、はい、次次。やっぱまだ今日眠いんでしょって言われそうだ、みんなにさあ行くぞ。もう何もないよな。あら、俺スタンダードでやってた。わかんねえな、何の難易度で俺クリアしたんだ、全然覚えてねえはい、ごめん、間違えてたかもしれないな。ハードで、また行きます。はい、空を見上げて、世界大会準決勝行きまーす。ここで終わりか。よっしゃ、片付けろ。よっしゃ、待ったー。早かった。次の戦いが待ち遠しいな。皆さん、ご覧になれますか。現在私は地上から36,000キロ、静止軌道ステーションに来ています。間もなくこちらでガンプラバトル世界一を決める戦いが始まります。さあ、始めようか。両チーム、準備をお願いします。はい、いよいよね、ウィルとの決戦ということかな。では行ってみましょう、ウィルとの決戦。まあ、決して強い最強機体というわけじゃないんですが、パーツ上は。まあ、ハマン様の機体なんでね、これでやつにね、とどめを刺してやりたい。ちょっと待って。ネーム変えていこうか。さあ、それではね、ネームも変えたんで、早速行こうと思います。また、間違えてショップに走ってしまう。なんか、あの、ハロのマーク見るとね、なんか突っ込んでしまうんだよ。これもな、ここ、よく間違えて、マルチプレイヤーと、あれだよな。
なんかもうちょっとこうミッションとかはね、なんかここ上にバーンなんか出てほしかったな。なんか間違いやすいな。では行こう。さあ行くぜ。最後のミッションかな、わかんないけど。世界大会優勝したら終わりかな。行ってみましょう、ハードで。さあ頑張っていくぞ。ラストだといいんだけど、どうなんだろうね。ラストだったらラストだったで拍子抜けかもしれない。ああ、わかんねえからな。怖いね。ボス戦まで多分カットしてくかもしんない。さあ、どうなの？世界大会で決勝ならもういきなりやっぱね、あいつが出てくんじゃないの？違うの？来た？おお、いきなりだ。やはりいきなりか。さあ、勝負。さあ、まずはこのバズーカを。前やった時バラバラされましたからね、機体が。くしくもあの時もジオン系の何か機体使ってた、ジュアクだっけ使ってたと思うんですね。今回はね、カマン様から借りた注入用のね、注入ブレイカーだと。お前なんぞ、相手になるか。飛べ。あえてね、攻撃食らわせずに振ってたらなんか煽ってるみたいな。何今の炎のみたいな、何炎みたいなの飛んでたんだけど。最終決戦バージョン強いじゃないか。ロボタもやるな。さあ、あんまり強くない？もしかして。これはまさか、あっさり終わる？どうなのこれ。ハンネル、あんまりか。え、終わった？まさか終わり？え？なるほど。以前とは比べ物にならない。これなら、僕も本気で戦える。な、何？大丈夫だ。一体何か。ウィル、君がこの声を聞いているということは、どうやら私のウイルスが機能したようだね。人類初の宇宙旅行、楽しんでくれたまえ。行き先は知らないがね。バカな、ウイルスだと。おい、決勝は中止だ。やばいぞこりゃ。何？邪魔をされた。ハマーン様に借りた中二ブレイカー。なんかライトアップされたせいか、かわいい、あ、かわいいじゃねえ、かっこいいね。さあ、なんかいきなり、お、ツイストミキサー。あ、これもまたつけてから行こうかな。緊急離脱プログラムが実行されました。繰り返します。緊急離脱プログラムが実行されました。まもなく、地上側テザーの切り離しを行います。あの、一体何が？緊急離脱プログラムって何ですか？宇宙エレベーターに備わってる機能でな。近くで大規模な事故が起きた時に施設の安全を確保するために一時的に軌道を離脱できるんだ。え、あの、え、じゃあ何か事故が起きたんですか？そうじゃない。コンピューターウイルスが仕込まれてたんだ。制御 AI は勝手に緊急離脱を始めちまったんだ。緊急離脱プログラム実行します。軌道修正プロセスを実行しろ。アクセス拒否します。くそ、もう一度軌道修正プロセス。アクセス拒否します。なあ、お手上げだ。門松でもどうにもならないの？コンソールからのアクセスが拒否される。よくできたウイルスだ。おい、地上と連絡は？大騒ぎになってます。そりゃそうだろうな。あ、なんでこんなことに。レポーターなんて引き受けるんじゃなかった。ウイルスがどうにかできれば制御 AI に命令できるんだが。だった。まさか僕がキャリアにされるなんて。
度が過ぎた正義で身を滅ぼすか。だが俺は巻き添えなんてごめんだ。何か方法は。皆さん、お茶が入りました。んだよ、こんな時に。これはトロシ、アップルパイまで持ってきたのか。宇宙で飲むお茶を楽しみにしておりましたので。よくやった、メイドさんよ。は、アップルパイお好きでしたか。ああ、アップルパイにはリンゴが入ってるが、ペチャパイに何が入ってるか知ってるか。おい、こら、門松。は、シリコンでしょうか。それは後から入れるんだよ。コンピューターウイルス退治を可能にしてやる。さあ、ストーリーがいよいよ動き出しましたね。一体どういうことになるんですかね。プルパイ、しかしミサはまたちょっとこう性格が変わりそうでしたね。ちょっと黒い部分が見え始めた。危ないね。さあ、未来への扉、これラストなのかな。ミサロボットは結局ウィルとは戦わないのかね、まともに。まあここで戦ったけどさ、あれをボコボコにするっていう話だったのかなと思ったんだけど、違うのかな。まあいいか、とりあえず中二ブレイカーだったんだけどね、ハマン様に借りた。まあいいか、このままお借りしよう。ハマン様万歳。いよいよ最終ミッションということで頑張っていきたいと思います。あー、どうやらこの感じだったらもうウィルとは戦わないのかな。てっきりね倒すと思ってたんだかな。決勝でフルボッコにしてやろうと思ってたんだ。さあ、そしてね、ゆきゃみのよく時々質問でね、時々ツイッターの方でねチョックできたんだけどな、ガンダムブレイカーの時、操作ゆきゃみさん鈍くないですかって言われるんだけど、操作鈍いとかじゃなくてね、鈍らせてると言った方がいいのかな。わざとね、ちょっと抑えて操作してんだよ。なんでかっていうとね、コントローラーをね、ゆきゃみあまり全力で操作するとね、どのゲームでもそうなんだけど壊しちゃうんだ。悲しいことにね、FPS とか特にそうでね、あのブラックオプスもそうなんですけど、まあ絶対1年に1個ぐらいね、コントローラーが壊れちゃうんだ。無茶な操作が原因で。これもね、全力で操作するとね、あと実況してるせいかね、マイクがね、僕のボタンの音をね、拾ってしまうんですよ、時々。だからそのカットがね、めんどくさいのと、まあ、あんまり拾いすぎるとね、音声と一緒に拾ったマイクで収録してるから、やっぱ喋ってる時にね、音を拾ってしまうともう、消しようがないからさ。それがあるからちょっと抑え気味なんですよ、こういう、何、こういう操作とか。本来もっとカチャ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 やってるんですけど、人なんで実況してない時のプレイはね。
まあ全力でやるとまあほぼこんな感じでやってます、ね、カチャ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 やる羽目になるんで、でね動きが変わってしまうんですよまあなんでねあんまりやりたくないんだ、これやるとね音を今も多分音入ってると思うんだけど、まあ、こんな感じになってしまうんですよ全力でやるとねこんなん やれないんですよ、だからコントローラー壊したくないっていう意味も込めてちょっと緩やかに緩やかに優しく使っておりますはい、いくぞ。で何してるかわかんないとかいうのも言われたんでね、あの早すぎてそれもあるからあんまりこうね、使うタイミングとかもねちょっと測って操作してるっていう、それもあるんでね、ちょっとこうその辺はご理解ください。緩やかに操作してるのはそういう理由でございます。こういうのもね、あんまりねこのやっぱ無双ゲームはね基本やっぱこういうボタンの連打がねどうしても多くなるんでね、入力が激しすぎて壊しちゃうもうコントローラー最近毎年1台1個は1機は壊してくから気をつけないと。よし、このコントローラーもなんかお亡くなりになりそうだもん、そろそろ時々何もしなかったらね勝手に歩いてるんだよよし、いけ。アナログのとこはやっぱり壊れちゃうんですよ、まあ力入ってるんだろうねきっと。さあもうちょいだ、こんな宇宙で死んでたまるか、この野郎。さあ地球に帰ったら、ミサと士気を上げるために頑張りましょうみんなそんな話はないってストーリーに。片付いたか、やっと片付いた。結構いるんだね敵。あれこっちじゃないの、ああ落ちてなんか最終決戦っぽいね。なるほど、これがガンプラファイター。なるほど、これがガンプラバトル。見ているだけでは物足りません。私のガンプラで挑戦させてもらいます。でけえ、あんなの倒せるの？臆するな、スケールが全てだ。まあこれあの期待はあれなんですけどね、ちょっとあまりこの時期なんであんまり言いたくないですよねちょっとああすごい、ちょっとパーツが吹っ飛ばされた。マジかよ、うわちょっとすぐバラバラされるんだけど、あーパーツが、ちょっと待って、回復とかもしっかり入れて。ああ私のパーツ硬いじゃないか、な柱みたいな足しやがって。さてファンネルを使って、一気にまずはこの足を、どうだ壊れた、おお足なんで飾りかもしかして。あー飛び回ってる、でかい、危ねえ、でけえ、ほんとに硬い。しかし思ったより体力はあまりないようだな。あっという間に、あっ捕まった、嘘、うえお全身バラバラにしやがったあいつ、なんてこと、あ嘘、やべ、なんちゅう火力、そ誰がこうなりゃ全力でいくぜ。お終わった、えまだ体力あったよね。なるほど、あなたたちは素晴らしいファイターだ。だが、こういうのはどうだ。うわ、何？コケ落とし？武器が使えない。攻撃命令をブロックするウイルスだ。さあ、続きを始めよう。え？攻撃できない。嘘。え、ちょっと。え、これどうすればいいの？え、攻撃できないんだけど。は？汎用攻撃プログラム。ちょっと。嘘ですよね。ちょっと判断してください。マジで攻撃できない。え、どうすればいいの？何すればいいの？ミサ、ミサ、どうすればいいの？これ。危ない。バーが取れた。ちょっとシールドをつけてやるからこれでガードするしかないのかな。ああよかった、なんかやっぱないと思う。
一体。ロボダさん、大丈夫ですか？インフォ殿か。たんじゃないのか、ウィル。あなたに言われたくないな、ウィル。私はあの時君と全力で戦ったよ。神とガンプラに誓ってファイターとして恥じるようなことはしていない。だったらなぜファイターを辞めたんだ。その上どうして彼とはバトルを。ウィル、君もファイターならわかるはずだ。ジャンプ違うぞ、ウィル。今の私はミスター・ガンプラだ。まずい。誰？ミサー！遅くなってすまない。打ってないわね。懐かしいな。マチューさん、ミヤコさんも。どうして。門松さん、我々にできることは。今そいつらは武器が一切使えない。あのデカブスの輪のせいだ。なんとかできるか。みんな聞いたな。おうよ。了解よ父さん。こんなに近くに見えてるのに3万6000キロか。ごめんな、父さんじゃミサを助けられない。だから娘のことは君に任せる。父さん！どこから侵入してきたお前たち。ユイチ。大丈夫、帰ってくるよ。ええ、彼らは世界一のチームですから。お前ら久しぶりに茶でも飲んでけ。私がやるわ、イラトおばちゃん。ここまでだ。ついに見つけた最強のガンプラを。これで私のガンプラは完成する。あれは主との同じ。何、やっぱり浜田様が最強の機体を使ってたってこういうこと。ちょっと簡単なことだ。奴をぶちのめせばいい。よし、ぶっ倒すだけだ。ちょっとダメージでかいなこれ。気に決める。待て、しかも距離も取るのか。何何あれ、このティーフューザー。ちょっとちょっと、これどうすればいいの、どうすればいいの。当たってんのこれ。今のはどこに攻撃判定があったんだ。とりあえず端っこに行けば当たんなかったぞ。わっと、ちょっとなかなかやりにくいね。どかせヒットポイントがまだ削りきれない。これでどうだ。じゃあぼちぼち全力でいくか。さあ行くぜ。もうここまで行くりゃ一気に倒せるだろ。行くぜ。楽しい。削
削れ削れ削れ、よしもう一丁、これで終わりだ。どうだ、もうちょっとだよ。くそー、まだ終わった、まだヒットポイント残ってんのかな。いけるぞ主殿、やったか？終わった！やったぞ！クリアかな？どうなんだろう？これでどうだ？アクセス承認。よっしゃ！やったぞお前ら！現状分析の結果、緊急離脱プログラムが作動していますが、原因と思われる事故などの報告がありません。私は誤作動をしていたのでしょうか。お前が悪いんじゃない、コンピューターウイルスにやられてたのさ。しかしながら皆さんを巻き込んで軌道を離脱するなどあってはならないことです。私はどうすればいいのでしょうか。軌道修正プロセスを実行するんだ。静止軌道に戻ればテザーを再接続できる。了解、軌道修正プロセスを実行します。カウンターウェイト、パージ。カウンターウェイト経由デバイスが見つかりません。なんだと？カウンターウェイト経由デバイスが見つかりません。まさか、やられた。カウンターウェイトへのインターフェースが丸ごと消えてる。どんだけ周到なんだよ。ねえ、聞きたくないんだけど、どういうこと？カウンターウェイトを切り離さない限り、ステーションのスラスター出力じゃ元の軌道に戻れない。え、じゃあつまり僕たちは帰れない。そんな、おい、何か他に手段はないのか？ありません。物理的にテザーを切断できないか？備え付けの工具にテザーを切断できるものはありません。また皆様の中に EVA 経験者はいらっしゃいません。私、お茶を入れますね。ドロシー、今度のお茶菓子は何がいいですか？何をお出しすればこの状況を打開するひらめきが得られますか？メイドさん。そうですか、そうですね。それでも皆さん、せっかくですからこの星空を見ながらお茶を。私、このような事態においていささか動転しているようです。窓の外に RX78 が飛んでいるのが見えます。え？なんじゃこりゃ。おう、そろそろランデブーポイントだと思ったぞ。姉さん、私もうダメ、寝る。罰ゲームで散々手伝わされた、それを仕上げて飛ばしたんだ。私ももう何日寝てないか分かんないし、限界だ。通信変わる。どうも、鹿児島ロケットです。この度は弊社のロケットをご用命ありがとうございます。なんつって。よくこんなに早く飛ばせたな、宇宙ロケットだぞ。あなたの演説に社長が感銘を受けましてね、よそに回す予定のやつ使っちゃいました。まあ、そっちの偉いさんも2つ返事で OK くれましたけどね。そうか、感謝する。最近雇ったバイトが優秀で、準備もあっという間でしたよ。今変わりますね。おい、聞こえるか？生きてる？月見くん、ミソラちゃん、俺たちも頑張るから諦めんなよ。ロケットくらい何度でも飛ばしてあげるから。ありがとう、みんなで必ず帰るよ。すごいすごい、動いた。ったく、あ
でジョーちゃんまで乗ってるんだ。こんなの乗らないわけないでしょ。皆さん、ご覧になってますか。今、私たちの目の前でガンダムが飛び立ちました。宇宙時代への扉をその手で開くために。坊ちゃま、よろしかったのですか。何が。ものすごく乗りたそうだったじゃないですか。僕はそんなに子供じゃない。お茶入れますね。どうだ、すげえだろ。あれ、ずいぶん昔に作られたやつだろ。よく残ってたね。実際老朽化が進んで廃棄される予定だったのをハイムロボティクスが引き取って、俺たちが業務時間外に中身作り直してたんだ。実際に乗れるやつ作ったら面白いだろうなってな。物好きだな。あれはあの商店街と同じだよ。時代が変わって忘れられようとしていたものだ。でも忘れないやつもいるし、残したいと思うやつもいる。そしたら運よくこういう日が来ることもある。僕もなくしたものを取り戻せるだろうか。簡単さ、忘れたものを思い出すだけでいい。皆さん、お茶が入りましたよ。そろそろポイントだよ。うわー、地球だー。私たち人類初のモビルスーツ乗りだよね。こんなものに乗ってこんなところまで来て、すごい未来に来ちゃったよ。私、君に会えてよかった。あの時ゲーセンで声をかけて本当によかった。ここまで連れてきてくれて本当にありがとう。あのさ、地上に戻ったら。ああ、お楽しみのとこ悪いんだが、やることやってくれるか。なんだよもう。あ、このボタンだよ、ビームサーベル。なにこれ、ビームサーベルじゃないの。あるわけねえだろそんなもん。そっか、まだまだ未来はこれからだね。はい、ガンダムブレイカー3、これで、終了という感じとなります。よかったです。本当にね、どう言えばいいのかな、まあ、だいぶね、苦労した部分もありましたけど、パーツ集めとか、まあ、それでもね、最後までこうやってプレイできたのは良かったかなと思っております。まあ、なかなかね、ちょっと体調悪くなったり、まあ、声が出ない時期、咳が出て大変だった時期もあって、まあ、ちょっと遅くなりましたけど、まあ、なんとか購入から、どんだけだっけ ?2 ヶ月、3ヶ月ぐらいか、かかったけど、まあ、なんとかクリアできました。情報くださった方、パーツ取りに行くのにね、ちょっとお手伝いしてくださった方、本当にありがとうございました。まあ、ガンダムブレイカー3は、一応これで終わりたいと思います。一応ゲームクリアしたら使える MG 機体っていうのがあるみたいなんで、そちらの方、まあこの後かな、この動画の後、一応このまま続きで、ちょっと使ってるシーンを出そうかなと思っております。それではね、皆さん、そのままね MG 機体の方ちょっとこう楽しみにご覧ください。さあ、いよいよね、ゲームクリアということで、難易度エクストリームをプレイできるようになりました。エンディング到達おめでとうございます。さらなるガンプラバトルを求めるプレイヤーのために用意された難易度エクストリームが解放されました。そんな難易度いらんわ。私はヌルゲーマーだと。そんなとんでもない難易度できるのか。しかしね、これでね、一応 MG が使えるということで、まあ、すごく楽しみではございますね。おお、こんなんも使えるんだ。すごい。ちょっと、いろんなパーツもあるしね、MG ばっかりで、ちょっとできるかな。MG ばっかりとか、ちょっと、出せるかな。
はい、それではねエクストリームね、ちょっと難易度をやってみたいと思います。こんな風にあるんですけど、難易度があってこう一個やばいのがあるととりあえずね MG 機体をねどんなものなのかちょっと試してみたいと思います。はい、ちょっといきますよ。さあ、私の今作れる MG 機体、あんまりねパーツはいっぱいあるんだけど、一通りね一定のパーツが揃ってるやつってこうあんまりなかったんで、一式揃ってるやつでちょっとこう出していきます。これっすね。どうですか皆さん、この高機動ザク、いい感じでしょう。何にもペイントとかしなかったんですけどね、そのままついてるパーツ、持ってたパーツ全部つけたらこの色になってましたね。さあ装備はこいつだ、ガンダムハンマーだぜ。おー、隣の犬もなんか怒ってる吠えてるでかいのかでかくないのかいまいちわかんないね。これ MG なの、全然あんまりピントとかね大きいのかな、一回りだけ。あんまりもっと巨大なのかと思ったけど、そんなわけではないのかな。まあ、こんな感じで遊べると。で、やっぱ難易度高いんだね、全然体力が全然違うね少し戦ってみましたけど、やっぱ敵強いね。まあ、気がついたらこの姿ですよ皆さん全然ダメだったわ。やっぱりね難易度、やっぱ最高難易度は尋常じゃない強さなんでね、皆さんぜひねガンダムブレイカー3のお持ちの方、これから買おうと思ってる方、ぜひねパーツを強化してまあこの難易度に挑んでみてください。まあ、ゆきやみは多分これでしばらくこのゲームは一旦置こうかなと思っております。いやー、なかなか良かったです。皆さん本当最後までご視聴ありがとうございました。